はいどうも、発狂マシンガンナースです。今回は急にヤバいの来たぞということでやってまいりました。なんなんこれ、急にヤバいショータイム出すやん。ということでコナミさん気合入ってますね。ということで、まあ週刊 FP の動画もね、出してるんでぜひ見てください。ということで今回ショータイムやっていくんですけど、まず一つね、コインももらえますね。これありがたい。でまず一つこちらセール来ました。ありがとうございます。ということでね、ここぜひチェックしてみてください。ということで、まあちょっと2個しか来なかったんで、もうちょい出してほしかったけどね、セールって感じで。まあ一応3200円ぐらい課金すれば、まあどっちも買えるって感じで、ぜひ買うの検討してみてください。ということで、まあそれに合わせてちょうどなんかやばいガチャ来たということでね、やっていこうかなと思います。ということで、まあ能力見ていって、まあ最後に引くべきかっていうのも解説しようかなと思います。まあ今後ね、ちょっとやばいガチャ来る可能性もあるんでね、そこもまあ考えて引くべきなのかっていうのも解説しようかなって感じでやっていこうかなと思います。でもしっかりブースターもついてるんやね。ビルツボールキャリーやん、やばいな。で塩素はデュエルで、ソボスライはテクニックって感じで、ソボスライに関してはビジョナリーパスついちゃってますからね、やばくない。でまあビジョナリーパスはパスを受ける選手、ワンタッチパス、ワンタッチシュート、トラップの精度が上がるっていう、結構いいスキルなんやって感じで、いやこれやばそうですね。でまあしっかりハイライトもいるんでね、ベルナードシューボとか結構強いんじゃない。バルベルデとかもいて、でハイライトもいるし、いや神ガチャやな。急にこれ出すかということで、やっていこうかなと思います。ということで最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いします。ということでやってみましょう。はい、ということで1人目塩素ですね。ということでまあ一応普通のエクセコンの中にスパスに4、ドリブルに7、クイックエンスに10、脚力に8、エアバトルに4、ディフェンスに9と、まあ監督的性高い状態とブースター込みでこんな感じ。いややばい能力してるね。まあこれは平均的に上げた感じかなって感じで、まあ能力見ていくと、まあドリブル系高くてボールコン90乗ってますね。でまあパスも高くて、まあ決定力も元から72と、まあ80は乗せれそうですね。でまあ守備系全部85ありますよと。でまあスピード高くて、まあ瞬発しっかり上げときましたね。まあやっぱり80乗した方が使いやすいんじゃないかなと僕は思います。まあいらんって人はまあ下げて他のとか上げるのも全然いいかな。でフィジカルも80乗ってるって感じで、いやめちゃくちゃいいですねって感じで、まあこれはバランス的に上げてるけど、まあもうちょい変えて、もう別にドリブルとか上げずに、まあもっとディフェンス振ったりしても全然いいんじゃないかなと思いますね。まあ極端にすれば、まあスピード90超えて、まあディフェンスも高くて、まあフィジカルもある。まあこういう感じにしても全然面白いんじゃないかなと。感じで、まあ塩素はもういろんな育成できますね。うん、ボックス2ボックスで DMF、CMF できるんで、まあどんな感じにしても強いんじゃないかなと。って感じで、塩素これやばいね、普通に強すぎるな。でまあブースターデュエルにですね、まあこれもいいですね、しっかりいいとこ上がってる。でまあスキルは足裏コンカワンシュワンパススルーパートって感じで、まあ守備系スキルがないんでね、まあ守備系スキル追加するまでは、まあ最初紹介したバランス的な育成でいいのかなと思います。まあブロッカー、マンマーク、エアバトルとかインターセプトとか、まあそこら辺の守備系スキルつけたら結構守備型に育成するのもいいのかなと思いますって感じで、塩素はこれやばいね、普通に強すぎるやろ。はい、ということでお次ソボスライですね。ということでおすすめ育成こんな感じです。決定力に6、パスに3、ドリブルに10、クイックエンスに8、脚力に10、エアバトルに1と、今監督適性高い状態ブースターコインで見るとこんな感じ。いやめちゃくちゃいい能力してるね。今育成はもう僕なら絶対これにするかな。で見ていくとドリブル全部90超えてボルコン高いね。パスも3しか上げてないけど90乗るよと。で決定力85と。でスピード90、ここ大事。マジで90乗した方がいい。でキック力も上がるんでね、マジでいいと思う。今キック力高いのマジでシュートやばいからねって感じで、キック力とスピードぜひ上げてほしい。でまあ瞬発もしっかり80あって、まあ、フィジカルも70乗せるって感じで、いやーめちゃくちゃいい能力、超魅力的で、まあ適性も広いからね、めちゃくちゃいいんじゃないかな。でまあブースターテクニックで、まあ普通にいいの上がってますね。でまあスキル見ていくと、コンカ、ドロップ、ミドル、ワンパス、ルーパー、ビジョナリーパスと、まあシンプルにいいけど、ダブター足裏とかなくなったんか。週刊僕が使ってるやつは特殊ダブタできてん今日ね。って感じで、まあダブタ足裏はつけてあげたいかなって感じで、まあダブタはもう絶対につけたいねって感じで、まあ能力はもうめちゃくちゃ強いんでね、ダブタつけて使ったらもうめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います。って感じで、まあ僕ソボスライね、週刊FPの結構愛用してるんでね、まあ結構おすすめできますね。それより結構強くなってると思うんでね、
いやーこのソースライムめちゃくちゃ強そう。いやーこれいいな。逆足も高い高いやしね。いやめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。はい、ということでラストビルツですね。ということでおすすめくせこんな感じ。決定力に6、パスに4、ドリブルに12、クイックエンスに7、脚力に8と。でまあ監督適性高い状態とブースター込みでこんな感じ。いや強すぎるってこれ、やばくない？能力見ていくとドリブル系もめちゃくちゃ高いね。まあドリブル101、ボールキープ100にするのはまあ結構いいんじゃないかなと。でまあパスはもう80あればいいんじゃないかな。でまあ決定力84でカーブ80乗してますね。まあカーブ80乗した方がいいと思うかな。でまあスピードもしっかり90乗して、まあ、瞬発92、ボディバラ92と強いでしょ。まあ脚力あと2上げてスタミナ80乗せるのもまあいいかなと思いますけど、まあ僕ならこういう感じにするかなって感じで、ビルツもやばいねこれ。でまあビルツは、ブースターボールキャリーということでドリブル、ボールキープ、スピード、ボディコンとめちゃくちゃいいの上がってるね。でまあスキルダブター、アシューラ、コンカ、ワンパス、ルパ、ピンポイントクロス優秀ですね。まあスキル追加しなくても全然使えるって感じで、いやビルツめちゃくちゃいいね。まあ僕習慣のビルツ持ってて、まあ、使ってねめちゃくちゃ強いね。多分それより強くなってると思うんでね。いやこれはやばいでしょ。まあ、能力見てもなんか現役版リベリーっていう、まあ、言えるぐらいの能力あるんじゃないかな。でまあ一応習慣のビルツと比較するとこんな感じ。あでも習慣のビルツも十分強いな、こう見ると。まあただ今回はドリブルをめちゃくちゃあり入れたり、まあ育成できるんでね、今回方がまあいいとは思うけど、習慣でも十分強いっていうのがわかるね。まあただ今回右サイドハーフできるようになってんのかって感じで、まあスキル追加とかもできるし、まあ今回方がいいとは思うけど、まあ習慣でも十分強いよって感じですね。でまあ一応リベリーと比較するとこんな感じと。まあキック力が結構落ちてるけど、まあそれ以外はまあ普通に戦えてるって感じで、いや今回のビルツめちゃくちゃいいんじゃないかなって感じで、今回のガチャやばいな。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやこのガチャやばいな。シンプルにもう全員強いでしょって感じで、まあ、全然引いてもいいと思うけど、まあ、今後考えるとどうなんやろうな。マジで難しい。まあ、めちゃくちゃ総合的にもいいガチャやと思ったけど、まあ、ショータイムはね、その B 固定じゃないっていうのがちょっと痛いよねって感じで、難しいな。まあ、一応後で、まあ、今週月曜日に来る、ガチャのリーク動画も出すんでね。まあ、そっちを見てもらって、まあ、考えるのもいいかな。一回待ってもいいんじゃないかな、月曜日まで。って感じの意見かな。ただ、めちゃくちゃいいガチャだとは思ったかな。ビルツに関しては今後、あんま取れんと思うからね。まあ、習慣でも今後出やんし、って感じで、まあ、ビルツも当分こんな強いの取れんと思うからね。まあこのガチャはめちゃくちゃいいとは思うけど、まあ今後これぐらいの能力が当たり前の環境になるんかもしれんからね。もうどんどんなんかインフレしてるから、どうなんやろうね。一回待ってもいいんじゃないかなと思いましたね。マジでもこれからもうこういう能力がどんどん出てきそうで怖いんでね。まあめちゃくちゃおすすめできるわけではないかなって感じの評価ですね。ということで、皆さんの評価もぜひ教えてください。ということでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。